プレイステーションに裏切られました。どういうことか説明させてください。プレイステーション VR2 が PC に対応するそうです。やったぜ。もうね、記事、とりあえず記事読むところからいきましょうか。とりあえずね、1年前のプレイステーション VR の発売に伴い、ホライゾンコールドザマウンテンやパブロフといった全く新しい体験に加え、グランツーリスモ7やバイオハザードヴィレッジのような PSVR2 対応タイトルを含む40作品以上のゲームが発売されました。その後の12ヶ月間でも PSVR2 のゲーム体験はさらに拡張されていきました。シナプス、レッドマタ、バイオハザード RE4、 VR モードといった手に汗握る一人称視点のアドベンチャーゲームに加え、ヒューマニティ、セブンスゲスト VR のようなパズルゲーム、ビートセイバー、シンスライダーズ、ドラムロックなどのアクションリズムゲーム、さらにアマンガス VR、ゴーストバスターズライズオブザゴーストロード、シースマッシュ VRS などのマルチプレイゲームも登場しました。先日のステートプレイで発表したメトロアウェイケニングとレジェンダリーテイルズに続き、本日は数多くのゲームにスポットライトを当てていきます。新規タイトルの発売や配信日の公開、 DLC やゲームの発売などを各ゲームのクリエイターの皆さんが紹介していき、します。また PSVR2 をお持ちの皆さんにはプレイステーション5でお楽しみいただける PSVR2 のタイトルに加え、より幅広いゲームを PC でもお楽しみいただけるよう現在機能のテストを実施しています。年内には対応を実現したいと考えておりますので、続報をお待ちください。それでは PSVR2 タイトルの最新情報をお楽しみくださいということで、最新情報がこの後、いろいろねあるんですけどもそうじゃなくてね、こっちですね、 PC に対応するっていう予想外の展開が発生しています。自分自身こういった動画、一定なんか目にまつげ入った、自分まつげ長いから目に入るんですよ、こういった動画を出してるんですよ。でそれがPC に接続することも可能なはずだ。ハードウェア的には USB Type-C 使ってるし、変な規格があるわけでもないし、しかもトラッキングもインサイドアウトだから、外から何かトラッキングをもらう必要もない、プレイステーションカメラをつなぐ必要もないっていうことで、テクノロジー的には可能ではあるんだけども、プレイステーションがそれを許さないはずだと。でその理由なんですけども、プレイステーション上でゲームを買ってもらうことによってプレイステーションはお金をもらってるっていうことは、 PSVR2 を他プラットフォームで出してしまうと、他プラットフォーム上で PSVR2 を利用してゲームを遊んでもらった場合っていうのは、プレイステーションストア経由でソフトを買わないから別にプレイステーションに馬味がないということでやらないだろうっていうふうに自分は以前から思ってましたし、そういった動画も作りました。でどちらかというと、もし PC 対応するようなことがあれば、それはプレイステーション公式がやることではなく、ほぼ間違いなく、サードパーティーが脱獄じゃないけども、そういったモッド的なやり方でやるんじゃないかっていう予想でしたが、まさか公式がやるとはという感じですね。この情報を元にした分析っていうのはいろいろあるんですけども、2つ紹介させてください。自分が面白いというか、多分興味を持っていただけると思うような内容なんですけども、1つ目が、じゃあ PC 上でのソフトウェアの配布はどうするのか問題っていうことです。プレイステーションパブリッシングのファーストパーティーゲーム、それは例えば、ホライゾン、フォービルンウェストとかが、最近、PC 移植になるとか、そういった話もあります。っていうか、もう発売日も公開されていたかと思います。そういったゲームはプレイステーションがパブリッシングしているので、 PC 上 Steam で売り出したとしても、3割ぐらいだったかなが Steam に持っていかれるんだけども、残りの7割はプレイステーションに入るようになっている。だからいっかっていう感じなんですよ。でもそれに反してPSVR2 を PC で使えるようにした場合、全くもってプレイステーションにお金が入らないんですよ。もちろんハードウェアを買ってもらうっていうところでのお金は入るんだけども、ソフトウェアの販売においては全くお金が入らないっていうことで、ハードウェアメーカーであるんだけども、ハードウェアっていうのはあくまでもソフトウェアを売るために売り出しているものなんですよね。っていうことで、ソフトが売れないんであればやらないんだろうっていう分析は先ほど話した通りなんですけども、じゃあもしかしたら PC 上でプレイステーションのランチャー的なもの、プレイステーションのストア的なものを用意して、 PC 上でプレイステーションゲームを遊びやすくするようなシステムが、検討されているのではなかろうかという分析です。そうすれば
サードパーティーのゲームであってもプレイステーションストア PC 専用のプレイステーションストア上で売り出されているものであればプレイステーションがその3割ぐらいを取ることができるということで引き続きソフトウェアセールスを確保できるようになります。この分析に似たようなものは以前動画で出していて、その時はまあ結局多分それはデタラメだったと思うし、まあ正直情報が出た時点で正しいとも思ってはいなかったんだけども、CDPR をサイバーパンクのとこですね、 CDPR をプレイステーションが買収するっていう話があったんですよ。でそれ自体はないとは思ったけど、もし正しかったらこういった面白いことになりますよっていうので作った動画で、その中で CDPR が持ってる GOG っていう、ソフトウェアの配布プラットフォームが PC 上にあるんですよね。でそこを軸にしてそれをプレイステーションストア的なものに変えて出していくのであれば、プレイステーションのタイトルであるとかを PC 上で配布していくような拠点になるんですよね。でその場合は Steam じゃないから Steam に3割持っていかれる心配もない、例えばプレイステーションのゲームであれば 100% プレイステーションの懐に入ってくる。なんならサードパーティーゲームをそこで配布することによってサードパーティーゲームの3割ぐらい自分でもらうことができるっていうことでやるんじゃないかっていうか、もし CDPR を買収するのであればそういった狙いがあるのではなかろうかというふうな分析を出しました。で今回の PSVR2 に関しては、それの延長線上というか同じような理由で PSVR2 を PC 上で出すのであれば、遊べるようにするのであればそういったソフトウェア配布プラットフォームっていうのを用意するのではないかという話です。もしそれが本当にやられた場合っていうのはプレイステーションの独占タイトルであるとかを PC 上で公開するときはそっちがメインになるっていうことも考えられますが、これは面白い分析であって可能性が高い分析とはちょっと言い難いかなっていう部分でもあるので、様子見ていこうと思います。でもう一つあるのは PSVR2 の収益性という部分です。 PSVR2 がソフトウェアセールスを通して収益性を得ないといけないっていうのはもう先ほど話した通りなんですけども、逆に PC 上でソフトウェアの配布プラットフォームを持たない場合はどうなるのか、それは言い換えればソフトウェアセールスがなくても PSVR2 でお金を得ることができるというものです。つまりはハードウェアの方でもう十分元は取れてますよということで、PSVR2 の発売直後から言ってることなんですけども、 PSVR2、値段自体は高いんだけどもコスパ自体はちゃんといい、ただそのコストもパフォーマンスも両方高いからすごい値段が高くなっちゃってるっていうのは、自分以前から言ってるんですけども、やっぱりコストという部分っていうのはちょっと高めに設定されているというか、原価っていうのはそんなに高くないはずだという話です。でこれは前から言っていることで、多分結構な黒字です。 PSVR2 の販売っていうのは売れれば売れるほどプレイステーションに対して結構なお金マージンが入っているはずです。だからソフトウェアがバカ売れしなくてもちゃんと黒字は確保できているはずですという話。これは PSVR2 の発売当初から言っていることではありますけども、結構ネット上でいや PSVR2 も逆ザヤで売ってんじゃねえかみたいな意見を見かけるので、それに対する反論になる根拠だと思いましたので、ここで取り上げています。いずれにせよ PSVR2 の販売台数っていうのはこれから大きく増加するんじゃないかと思います。今年中ということではありますけども、例えば、今年の末の9月とか、適当に言いますけども、9月ぐらいに出たとして、そしたらその辺のタイミングで、結構な台数が動くんじゃないかと思います。 PCVR で利用できれば PSVR2 むちゃくちゃいいハードウェアっていうのは結構前から PC コミュニティ側から言われていることなんですよね。っていうことで、ありえるんじゃないかというか相当売れるんじゃないかと思います。で自分自身 PSVR2 が出てから PSVR1 との互換がないじゃないですか、ゲームソフトの方で。で PSVR1 の方に出てきたあの D もリボーンだったかな、あの音ゲーなんですけども、あれずっと遊びたかったんだけど PSVR2 に移植しないんですよ開発者が。ほんとしんどかったんだけど PC の方で遊べるのでめちゃくちゃ楽しみになりました。 PSVR2 を PC につないで PC の方で D もリボーン遊びたいなって。音ゲーすごい好きなんですよ。しかもあの VR の音ゲーってもうすごい直感的な動きできるからめちゃくちゃ楽しくて、そういった話です。いろんなゲームが遊べるようになるはずですのでめちゃくちゃ楽しみですし、うちのコメント欄に絶対何人かこれ言う人いると思うんでもう先に言っとくけど、そうですね、 R18 のゲームを遊ぶのにも使えますね。おめでとうございます。では以上、楽しんでいただけたら高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。